稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となったのである。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ、あんたの邪魔はしない。んじゃよろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。私は私だ。ちょっと走り疲れてるけど負けはしねえ。たとえネズミ3匹とて全力で追い詰めよう。年いくつ？
骨を目にする日が来ようとはね。忍びやってるよ。ふざけるな。真面目にやれ。つかの間の優勢の味を堪能するがよい。忍びの人はその名を知っている。だが本当にこの世にいるのか誰も知らない。期待しておるぞ。存分に戦え。知らぬものよ。あった。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。この国の未来は作れる。自分が死んだことにも気づいてないね。ありゃお前の意地我に見せてみよ。ご覧あれ。
お前か。お、もう始まったか。こうやって半兵衛を倒したそのくらい地獄に後悔させてやろう。しかと見よう。何だ、実際の忍びか。しかと見よう。お前の技はあの二人とは違う。その力を手に入れるため何を捨てた。ならば死ねせ。お前の捨てたもの全てを。となる目はここで潰す。これも夢のまた夢。良い夢であった。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。ん？何？